ここは宇宙ステーション。起きたのか。無事で何よりだ。すでにレギオンの脅威は去った。安心していい。ああ、今回の侵入は突発的なものだったんだろう。レギオンは終末獣が倒れた後すぐに撤退した。もう少し休んでおけ。ああ、それからお前のビーコンアドレスを教えてくれないか。何かあればすぐに連絡する。それと姫子さんがお前を探していた。後で彼女に会いに行ってくれ。目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。え、どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。あなたが見ているのは私が作ったロボット。この子を操作してあなたたちと会話してるの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ。じゃあしっかり観察しないとね。ふんふん、まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのはこの覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼女の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。そう、わかった。けどあなたのことはお子ちゃまって呼ぶね。私の脳は貴重だから他人の名前を記憶するスペースはないの。あら、なら私の名前を覚えてくれていることに感謝しなくちゃね。
それは違うでしょ。あなたと私はビジネス上の関係で、なんて名前だったっけ。まあいいや。話を戻すけど、この性格を体内に収めることができるお子ちゃま、彼女を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼女に直接聞いてちょうだい。このお子ちゃま、金銭感覚がしっかりしてるね。結構気に入った。あまりいじめないでちょうだい。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して。私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。いや、厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。列車と性格には深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。それなら天才クラブの他の会員に会ってみた方がいいかもね。たとえ彼らがあなたを売り払ったとしても、あなたはお礼を言わなければならないの。その点私は自分の言いたいことをちゃんと言ってる。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼女にはアスターとも話をしてもらってちゃんと考える時間をあげましょう。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし会いたい人もいるでしょ。焦らなくていいからね。決まったら私を探しに来てちょうだい。
ああ、やっと来た。最初から動いてないからよ。あなたが見ているこの体は、宇宙ステーションにたくさんあるリモートで動作する人形なの。私を必要とする場所がある場合に、そこに意識を移しているわ。無駄話は終わり。私と数人の同僚とで大きなプロジェクトに取り組んでいるの。成功すれば数千琥珀期にわたり私たちを悩ませてきた究極の問題、アイオーンの神秘を解決することができる。アイオーン、考えてみて。あまりにも不思議な存在でしょ。中には私やあなたのように普通の人類だったアイオーンもいるわよ。なのに何かしらの方法で想像を超える力を手にした。神々たちは謎めいていて、強大で静寂で恐ろしい。アイオーンの謎は一言では語り尽くせないの。アイオーンはどうして、どうやって生まれたか、何のために生まれたか聞くけど、あなたこれらの問題について考えたことはある？何それ、ちゃんと私の話を聞いてた？私たちはアイオーンの神秘を暴きたいの。だからあなたもこのプロジェクトに参加して、天才クラブのメンバー4人で協力してプログラムを書き上げたの。オフィスにある大きなマシンは見た？マシンの中には宇宙がある。それはまるで私たちの世界みたいだけど、もっと簡素でカスタマイズしてある。私はそれをメタバースと呼んでるの。ダメ？協力者もそう言っていたし、私は結構気に入ってるんだけど、他人の助言には素直に従うことにしてるから、模擬宇宙と呼ぶね。早速体験しに行こう。私は模擬宇宙の中であなたのガイドをする。何かを失うことはないって保証するよ。それどころか報酬をたくさん用意したからね。